です。おはようございました。おはようございました。釣れましたか？2匹。お、すごい。イワナとヤマメです。チャイチーけどナノチーです。そっちどうぞ。あ、ウグイっぽいですね。どうやらウグイじゃないです。あ、ニジマスかね。ニジマスのちっちゃいやつです。ちっちゃいやつ、ね、映像粘って撮りました。最長老です。最長老の TK さんです。はい、パクチーチップタイムゾウちゃんでーす。もう一回お願いします。え、で、なんで、なん練習、練習、練習が取らないですよ、取ってないですね。取ってない、取ってない、練習、構えてるだけです。練習といえばダンクロスのね、カレーが進んでない。まだ入院前あんだけカレーが好きだったのに。ちょっと病院に電話しなくちゃ。ボンボン振られるからね。したイワナちゃんです。リリースしますよ。よいしょ、バイバイ。よいしょ。よかった、すげえビンビンのいいヤマメです。ヌメリを取っていく2箇所片方開いてるわ。ヌメリオのカメラ。ヤマメリオのカメラ。ヤマメリオのカメラ。じゃあ沢頭、乾杯の挨拶をお願いします。沢頭の石は串ら、じゃあ皆さん、お疲れ様でした。どうもまた明日もよろしく。これ勝つ、ありがとうございます。ギルガシラ、ギルの、ギルのスーカーがギルガシラ、ギルの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 、ギルばっかり釣れちゃった。そこギルだって言ってんのに、いつもそこで釣る。ギルそこのポイントはギルだって。今日はね、右で飯食ってますけど、左で飯食うんですよ。右の骨が折れてもいいように。そう。右手は。それで、左手を左利きじゃないのに使えるようにしたら、右脳が発達しすぎて、こんな人になっちゃった。そう。何しろ、会社を、土曜日の魚釣りのために木曜日会社を半日休んで鳥を見に、で金曜日に鳥を買いに、まあそれはよそで会社だったのに、でそれがみんなに注意されたら火つけっぱなしで会社。恐ろしいな。超でかいからね。有名だよね。
反省しとらんし気づいてねえか14インチのモニターで開くと37インチ相当パワーマークの一つしか出てこないそうするぞ。沈没しちゃったでしたっけ。いや、岸壁に衝突して、で、中をよく調べたらイカワタが腐ってた。韓国の豆腐。あまりの臭さに死んでた。去年盛り上がった。死亡してたっていう。その何、イカの一酸化炭素中毒で。イカワタをなんか何で運んだかわかんないんだけど、この毒ガス化してたんでしょうね。それを吸い込んで、ロイフミが死んじゃって、そのまま岸壁に衝突したって。それは嫌な死に方だよね。一番嫌な死に方だよ、ね。ごめんなさい、バイオリングして谷垣さんつけたのずっと思ってたんだよ。そうそう、あれは本当にいるのよ。いるいる。で俺上のこの間テレビでやってましたね。えボネじゃあもうイカリングの図書館行ってバイオリングしてあったら写真本当にバイオリンみたいな格好してるんでしょ。それがスッと出る人珍しいよね。すごいな。バイオリン虫かって言ったところが元々のあれなの。あれ絶対子供の頃ムシムシ大行進見せたの絶対見たよ。普通に騒ごしなになっちゃったね。俺倒れてたか。アップストリーム。アップストリーム。ジェットストリーム。喋り方。アップストリーム。じゃあ俺はマニカゼとマカウィーンとか。エビルウィーン。エビルウィーン。じゃあ直人はコクデロデロン。コクデデロンだよ。コクデロン。ベロベロだって。ベロベロ。あれ使って。沈まない。沈まない。腕じゃないですか。そのぐらい先行で。リーダーでこう、うまく。沈まないわ。かっこいい。かっこいい。投げてないだけとかそういうの。そっちかい。ございました。ございました。ございました。いやー、2日目。今日はいい天気です。なんか会社で見せられないよね。ミスターダウンクロス博士です。ドクターダウンクロス。普通の姿です。張り切ってまいりましょう。誰が釣るよ。いいぞ。はい、集合です。そうだね、今日、昨日よりね、開いた。すごい。綺麗。みんないますよね。いやドクターの横嫌だな。あれ